こんにちは、山口宇部経済新聞です。宇部市時和公園で7月14日、デジタルアート集団チームラボが手掛けるイベント、呼応する森と彫刻が始まりました。呼応する森と彫刻は、時和湖水ホール付近の森をライトアップするデジタルアート作品で、来場者が通るたびに樹木を照らす光の色が変わり、同時に澄んだ電子音が鳴り響きます。初開催した昨年は38日間で約5万人が来場してにぎわいました。今年は実施面積を昨年の2倍となる1万平方メートルまで広げ、樹木は昨年の約 1.5 倍の142本を照らします。今年は新たな演出として森に常設されている彫刻6作品もライトアップしています。この SNS とかいろんなツールがあるけれども、やっぱり実体験をしてみる、この風に当たり、この光を感じる、この音色を感じるっていう、それがまたこうして、また変化を起こしていくっていう、やっぱりこの体験する魅力だと思います。イベントは8月31日まで行われます。夏の夜にお出かけしてみてはいかがでしょうか。